認証の種類、これ様々ありまして、昔と比べてですね、認証の種類が解明されてきた。で、それによって様々なことが変わるんですね。ですから認証という病名、種類というのをしっかり押さえた上で認証ケアをやっていく必要があります。皆さんおはようございます。利休こと小川です。認知症についていろいろあれこれお話をしていますが、この朝のウォーキング Vlog、まさしくこう脳が活性化した状態で、今私が気がついたこと、気になることを皆さんにお送りをしています。今日はこう認知症あれこれ、認知症の種類について改めてお話をします。こう認知症テーマの時に必ずこの話が入るんですが、もう一度ちょっと整理をして非常に重要なことなので、認知症の種類についてお話をしていきます。認知症とはって言った時に記憶障害、見当識障害という話もしましたが、この多くはですね、脳の起筆障害によって起きるわけですね。脳のどこかがダメージを受けたことによって起きる PPSD、認知症高齢者の、まあ、心理行動障害、障害じゃないか、症状ですね、というふうに言いますが、ただその中でも認知症の種類がいくつかあります。で、昔はですね、昔って言って私が30年前、介護に関わり始めた時の認証という部分については、そんなに多くのことが分かっていなかった。ただ認証の方はたくさんいらっしゃった。老人ホームに行ってみると、体に麻痺がある人がたくさんいてですね、手が動かない、歩けない、お話ができない、というような方がたくさんいらっしゃいました。で、今はそういう方は随分、老人ホームの中でも減っているわけですね。ということで変化が起きている。ちょっと認証のですね、種類によって違うということをテーマにちょっと今日お話をしていきたいというふうに思います。脳血管障害型認証、それからアルツハイマー型認知症、それからレビー小体型認知症、側頭変形型認知症かな。まあ、通常ピック病と言ってるやつですね。そういう種類があるということです。で、まずは先ほど言ったように脳血管障害は脳が脳梗塞とか、まあ、そういうことによって脳のどの部署が部位が損傷を受けたかによってその脳の機能が持っているところで体の麻痺だとか脳機能が障害を受けて行動が変わるという状態ですね。で、これが非常に多かった、でも今は少なくなったということは2つの理由があると思います。この脳梗塞、脳血管障害などはですね、生活習慣病の先にあるというふうに言われてきました。まあ、それ以外にも、もともと持っている病歴などの原因によって起きることもあるんですが、まあ、生活習慣としたらですね、その生活習慣を随分我々は変えてきたわけですよね。食生活、それから運動、それからストレス、そういったものを変えてきて、脳血管障害の発症率は落ちて、脳血管障害型認知症の方が率としては減ったということですね。一定の数はもちろんいらっしゃいます。で、もう一つ、寿命が伸びたことによって、このアルツハイマー型認知症という人たちが増えてきたので、脳血管障害型の認知症の、まあ、率は下がったという言い方もあるんですが、まあ、実際的には減っているという報告があります。要は脳血管障害型認知症ですね。それからアルツハイマー型認知症ということです。これが、まあ、通常認知症とはという時に言われている記憶障害、見当識障害が起きて、それに伴って、まあ、心理症状、あるいは行動が変わるということですね。アルツハイマー型認知症が非常に多いというふうに言われていますし、それはもう老人ホームにいても実態としてそういう人がたくさんいらっしゃるということは事実です。ただしですね、このアルツハイマー型認知症という診断を受けていて、どうもそうじゃないよねっていう人たちが結構最近いるということが分かってきました。アルツハイマー型認知症なのに記憶がしっかりしてるみたいなところですよね。海底長谷川式スケールによってそういうのがこう分かるわけですけど、じゃあこの人たちは何だというところなんですね。認知症の中のアルツハイマー型認知症だけどどうも違うよねって言ってる人たちが最近こう区分されてきた中で、レビー小体型認知症というのがあります。これはパーキンソン病に似た身体状態を表すということと、薬に微妙にと言いますか敏感に反応することがあるので、この方々に風邪がひいたのでその薬を飲ませると、まあ、ダメージが大きいということも分かってきた。だからしっかり抑えておかないと良くないって言いますかね。次のトラブルにつながってしまうということです。歩き方、症状、まあ、神経系なのでパタパタ歩くというような感じですね。そういう方々がレビー小体型認知症で、この周辺症状については幻聴、幻覚が見えるということが特徴だというふうに言われています。
まあ、どういう幻聴幻覚が見えるかっていうのは人様々のようなんですが、まあ、どうも私も認証の当事者の方のセミナーに参加をさせていただいて、何が見えてるかっていうのを聞いたことがあります。で、ね、はっきり見えるそうですよね。で、それをですね、VR で再現をしている、そういう教育資料を作っている人たちも仲間にいます。まあ、それでもそれを再現するとはっきりここに人がいて、はっきり私に話しかけてくるということになっているようですよね。ですから、そこに人がいる、でも私には見えない、あなたには見えないということで、まあ、ケアの形が変わるということですね。それとですね、変形性側頭型認知症かな、でその中でもピック球がある人たちをピック病って言っている、種類としてピック病型の認知症ということになっているわけですね。で、この方々たちの症状というのも非常に特徴的で、ヘラヘラ笑う、それから知らない間に後ろに立っているような、なんかそういう状態の人っていらっしゃいませんか。えっというふうにびっくりしちゃうということですよね。ですから、こういう中で、まあ、ちょっと混乱を起こしているのが、アルツハイマー型認知症という診断を受けて、実は違う種類のタイプの認知症だった場合に、薬の処方が間違っているんじゃないか、で今度薬のダメージにつながってしまう可能性があるんですね。この薬がまたその人にダメージを与えて、行動あるいは心理症状を変えてしまっている。で、それが現場では、介護現場では困難事例として、この人どうも今まで勉強してきたようなケアの方法をやってもどうも改善をしないらしい、で現場として混乱をする、で入居を断る、周辺症状が大変なので、そういったことが起きているケースが非常に多い。ですから、現場で混乱をしている、困難事例として上がってくるものについては、もしかするとですね、認証の診断名が間違っているかもしれないというものを見抜いていく基礎知識が必要になってくると思います。アルツハイマー型認証のこの記憶に伴う、記憶障害に伴うケアの方法というのは昔で、まあ、今もありますが、昔で言えば回想法だとかですね、その人の人生を知るということである程度解決ができたわけですね。ただし、レビー状態型認知症ピック病というのはまた新しい周辺、どういう周辺症状 BPSD を出すのか、あるいは薬との関係性をしっかり勉強して、薬物療法と認知症ケア、非薬物という部分について議論をする、そういう基礎知識が必要になってくると思います。で、最近ですね、もう一つそこに発達障害系の認知症の人たちが含まれてきた。先ほど申し上げたような認知症のタイプに分けられないような状況、状態の人たちが増えている。これがね、ここ3年くらい私も認知症治療研究会に参加をして勉強しているんですが、どうもこの人たちの共通事項は発達障害なのではないかというふうに言われて対応されています。で、これはほぼそうだろうということで、これは高齢者に限らずですね、子どもたち、若い人たちも発達障害ということの病名がついたのは比較的最近だと思うんですね。ですから昔からいらっしゃったんですが、そこがちゃんと区分されて対応されてこなかったので、普段の生活の中にいて混乱を起こしている人たちが年を置いて老人ホームに入ってきて、まあ、普通の人って言ったらちょっと失礼なんですが、通常の人と違う行動をしてしまう人たち、まあ、これをざっくり認証というふうにくくって、まだやっぱり薬だとか、ケアが合わないということが起きてしまう。そこに対して一定の試みをして薬をしてみたら、その状況が改善するということを今整理をしていて、それが発表されている時代です。それから軽度認知症ですかね。これが MCI というふうに言われているようなくくりもあります。ですから、私も介護保険の認定審査員の第二次審査員をやりましたけど、その主治医の意見書の中に、病名としてね、認証というふうに書かれているだけの人がいるわけですよ。で、薬が処方されている。ですから、認証ということじゃなくて、何の認証かということに、その時にやっぱり深掘りをしていく必要があります。で、周辺症状がいてですね、この病名とこの薬ともしかすると違うんじゃないか、で、これが現場を混乱させるんじゃないかということを、やっぱり入居時あるいはケアプランを作るときに判断をして、介護職員、看護、まあ、栄養士、それからご家族と話し合っていく必要がありますよね。まあ、ケアマネージャーさんがケアプランに落としていく、認証の種類をしっかり抑えるということが必要です。で、これは非常に難しいのはですね、主治医あるいは配置医師
認証の診断を下した人たちの認証の診断名を、先生これ違うじゃないでしょうかっていうふうに診断名に疑問を投げかけることは結構難しいことだと思います。ですから、まあ、きちんと学んで、きちんとその周辺症状 PPSD を理解して、先生たちと違うっていうことよりも、まあ、サービス提供責任者サービス提供者会議とかカンファレンスの中でドクターも入ることが基本になっているので、そこで疑問を投げかけてみる、こういう状況であるという情報を、まあ、ドクターにきちんと示してですね、でドクターにしっかり判断をしていただいて検査をしてもらう、もう一度ね、まあ、いろんな検査方法があります。長谷川式以外に MMSE とか FAB みたいな違う検査方法もあるので、あるいは脳画像を撮って見ていただいて、脳がどういうダメージを受けているかということを 見ながら診断してもらうのも一つの手かもしれません。まあ、そういったことを理解して、まずね、理解して認証の形タイプが違うで、おそらくこうだろうであれば、ケアはこうだろうで試してみて、うまくいけばそれを続けるし、ダメであればもう一度ドクターも入れて話し合って、あの薬物療法の変更とか関わり方を変えていくということを知っておく必要があろうかと思います。はい、ちょっと長くなりましたけど、認証、まあ、類型をしっかり抑える、で PPSD 心理行動の状態をしっかり理解してみんなで話し合う、で薬も確認をする、でみんなでチームを作ってケアをしていくというようなことが必要になってきます。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また皆さんとお会いしたいと思います。いってらっしゃい。